さあチームの操縦桿を握るのはこの人チャレンジャーズキャプテンがバッターボックスですさあ出た今日も元気にご登場魅惑のメガネボーイ矢部昭雄 さあ、野球エリートの名にふさわしいバッティングを見せてほしい打席で怒り守るが構えます<ン>真面目の中にもしたたかさあり怒り進む打席ではどう相手を翻弄するのでしょうかてさあ外角低めにご注意くださいそうなぜなら彼が生きる道そこがまさにアウトローガイドを教授 さあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番、前ント。<で>努力で磨いた走行手。その実力は天才と呼ばれるまでに磨かれております。努力の天才、玉沢涼。ま、さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました。バッターは1番、クオン。<と>さあ、燃える男のご登場。 このさはは他人事とは思えません。今を生きる野球バカ武田刑事ってさあどこに投げても絡め取られて打ち返されそうな雰囲気を漂わせますバッター蛇島キリト <laughs> さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番犬川走り回る姿はまさにわんぱく小僧 走れるキャッチャー,ネコガミユーさあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは DH、大西<っ>さあ注目のゲームが始まりますバッターは DH、上高さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは DH 荒島る さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番、松崎言葉で語って背中も語る真の男の総本山大豪月の打席入りです <laughs> さあ、一に根性、二に根性古き良き体育会系男子非道がバッターボックスです引退、それすなわち人生の執着役 命ある限り生涯現役田中勝入ります男だったら背中で語れ絶滅危惧種硬派系男子鮫島久米太郎さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番乙女さあパワーもさることながら見事に恵まれたこの体格 これぞ、まさにキャッチャー系男子九州さあ猿が入ってきておりますえー、資料によりますと売りはスピードではなくすばしっこさだそうですう<わ>さあ紳士スタイルを貫き通す逸材ザンスフランス帰りで英語が得意とプロフィールにも余念がありません個性的な奥ゆかしい眉毛がトレードマークとなっております 古風な伊賀天身体能力抜群の外野手武士を思わせるような佇まいはやはり本人も意識してのことでしょう器用な打撃でチャンスを生み出す彼はまさに切り込み隊長バッター天王寺会社の頂社会人野球の頂社会の水も甘いも知り尽くした社長が 威風堂々登場ですばれさあ注目のゲームが始まりますバッターは1番部長<ノ>さあ島田英作手元の資料には一言こう記されています出世街道まっしぐらとチームを明るくするのはこのお調子者ソリマチサンです 外野守備には絶対の自信を持っているとのことです真面目で素直まさに土直休憩男子まっすぐな眼差しがピッチャーに突き刺さります柴田軍平あさあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番松倉さあ甲本福男です、えー、アピールポイントは食いしん坊で胃が丈夫 うん、打席では行かせません<っ>さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番田村<ン>二刀流としてバッターでも驚異の能力を発揮しますバッター謎のママスクマン、パピオンピ<だ>バッターはミッキーここで本人からのコメントをご紹介ミッキーと一緒にベースボールするで さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあ DJB78 人類に夢を与えます<ど>ピッチャー以外ならすべてのポジションにつけるという万能選手永瀬タイガー打撃でも対応力を発揮できるかてさあ注目のゲームが始まりますさあ早川葵、うん支度が整っております さあ真の頼りになる男とは投打にかかわらず頼りになっちゃうんですバッター一ノ瀬東也<ん>さあ守備の要二宮瑞穂燃えるような赤髪は彼の魂を表しているかのようです<え>さあ出ました飛距離こそが男の美学怪力無双三本松はじめがバッターボックスです さあクールで知的な男伊予城ョウケンジです波外れた分析力で相手投手を攻略していきます<ン>さあ打席には根性自慢の熱血感イガラシゴンゾです逆境に強いバッティングでチームを盛り立てます<ン>さあその守備は芸術の駅秘めたる情熱を持った優しきショートストッパー六本木勇気 さあトレードマークのサングラスが光る7位アレフト持ち前の広角打法で全方向へ弾丸を放ちます<よ>さあ暁の伊だ天の異名を取ります八島あたるその全力プレーが彼の最大の魅力でしょう<よ>、ま、ひょうひょうとご登場したのはつくもラ受け継がれるつくも流居合打ちで素敵な流し打ちを見せてくれるでしょう る田中山、田中山、ああ、ありました。なんと投手だけでなくバッターも行けるようです。あれ、元々投手でしたっけさあ、偉大なベテラン選手のご登場。ミスターパワフルズの異名を持つ頼りになる男、福谷花尾。<る>さあ、彼。野球へのストイックな姿勢は、球界随一との評判です。彼の一振りで試合が大きく動きます。 登場小次郎<っ>さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番、タテニ<っ>さあ、坂東長次です。彼はキャプテンでも監督でもないんです。そう、番長なんです<と>さあ、彼、資料によりますと恐ろしく体重が変動する選手とのことを本日はまん丸に仕上がっておりますハンダコテ さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番アバター<え>さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番高野<え>さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番新藤この男こそ本場のホームランキングバンガード 堂々たる佇まいでバッターボックスに立ちます<せ>さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番マイルマンま、さあ注目のゲームが始まりますさあ橘瑞希マウンドへ素敵な眼差しを向けますおっきい体の動ける二塁手中井サンタえー アイドルマニアという大変貴重な情報が入ってきております。はい、さあ、サッカー部、首相が野球に殴り込み鍛え上げたり、壊してダイヤモンドをかき回します。軽井沢待機えー、資料によりますと、医師の正男、そっくり3人組のグータンとうん。以上になります。さいえー、資料によりますと、波佐見俊一 そっくり三人組のチョキ担当ん以上になります、えー、資料によりますと神山かなめそっくり三人組のパー担当ー以上になります<せ>さあ、その鋭い眼差しでスタンドに狙いをつけますザ・和製大砲、滝本太郎さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました バッターは1番久方全さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番白山ストライクを投げるのは危険と言わしめた喫水のスラッガー清本一茂が仁王立ちです<ン>さあ関西出身の彼は走れるキャッチャーであると同時に喋れるキャッチャーとの評判ありです さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番山口野球道具の開発を生りわいにしているブロンコリー自称日本人というちょっとよくわからない情報が入ってきておりますあ<ん>さあ多彩な才能を生かし芸能界と二足のわらじを履きます白い白菜ただしアイドルが本業のようです さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番きのやってきましたのは竹のコータ情報によりますとプロは目指さず農業一筋だそうですさあ戦う奥様がいらっしゃいましたリアルママは母性が半端じゃありません海の幸子打席にはビクター・コールドバーグ 持ち前のスナイパーだ法で的確に狙い撃ちますひぼんな才能はバッティングにも見受けられるようですロディバッターボックスに入ります<彼>この男ピッチングだけではありませんアレックスバッティングでも見せられるか<う>力で1軍を率いる男は打席でもその剛腕を発揮しますゴー 満を持してバッターボックスですさあ五筒合気ですすっごい見てますものすごくマウンドを睨んで打席ですなんとも言えぬ男臭さをまとっているお宝金太郎マウンドの立橘選手なぜか下品下品とお怒りの様子バッターボックスに入りますのはおと顎が弾む弾む お宝金太郎が顎を奮い立たせますうか疑わしいほどの貫禄をまといますお宝金太郎割れた顎がご自慢とのこと<ご>パワーに肩、たしらしさを持ち合わせる土けんレイジ諸事情により土管に住んでいるとのこと涙が止まりません うーんまさにヘルメット違い彼のヘルメットはそうフルフェイスそのいでたちでのバットは身の危険を感じます落書きゴスケ、うん、さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番鈴本、ま、さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番神楽坂 凛とした佇まいでバッターボックスに入るのは六道ですさあしばらくの間集中させてください並<う>外れた集中力で高打を誇る女性捕手その凛とした立ち姿も並外れています、まあ、さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあ樽本が自信をみなぎらせてバッターボックスです 努力至上主義の練習の虫、鈴姫健太郎です日々の努力が実を結ぶことを彼は知っています<の>さあ凍える大地が育んだ熱き血潮のスラッガー北の逆転王こと渋谷秀樹の登場です学<が>上の天然素材を鍛え上げるとこうなりますグラビトン荒い鋼の体は今日も仕上がっています さあ片倉正幸最近恋をしているとの情報ですその恋を原動力に野球への情熱が止まらないとのことです<い>さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番丸持打席には快進撃どんな相手でも余裕といった表情憎らしいほど自信たっぷりです さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番鈴ず風、はい、全てをスマートにこなしてしまう姿はセンスの塊としか言いようがありませんハイセンスな頭脳派キャッチャー星星空星光強気な性格と積極的な攻めの姿勢はまさにイケイケ通称黒いバラ黒獣神 田舎育ちの俊足娘、チームでは参謀役を担っているとのこと、実は小悪魔かもしれません。やべた、やべっちあき子打席にはやべたあ子。自慢の足で相手を引っかき回したいところ、そしてメガネの下は美少女の予感です。日差しが似合う彼女、そう、彼女はひまわりなんです。チームの元気印、夏のひまわりがチームを活気づけます。 さあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番青葉。え、男性のはずなのに、この胸の高鳴り何がなんだかわかりません。小山雅美もう打席に入っちゃってます。はい、んし、資料によりますと、男性、私熱があるかもしれません。しかし、なぜかテンション上がります。 さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番最後さあ自称チャラさが売りの彼ですがその柔軟なプレイスタイルは私生活の賜物なのでしょうチャラい元気<何>さあチャラ男が今時女子に目をつけた試合中にナンパはいけません さあ、そのバットには鬼のごときパワーが宿ります当たれば最後地獄のスイング切り木強し、うん、さあ今日もバッチリリーゼントもはやヤンキーではなくツッパリツッパリハイスクールベースボーラーだ神宮寺光<み>さあヒップホップならぬ独自のラップホップスタイルで打席という名のステージに立ちますヘイヨウ稲田五作 さあ、右打席に入った彼は三り右京です。おしゃれマスクと自慢の足がトレードマークです。<何>さあ、左打席に入った彼は三り左京です。おしゃれマスクと自慢の足がトレードマークです。ま、全能の神を名乗るこの男。投手だけでなく、バッターとしての実力もかけねんなし。セザクナン さあ勇者の登場ですバットを剣のごとく構え日野ゆう太郎が真の勇者足りえる実力を見せつけますさあ高い野球能力に反して勇者にあるまじき高確率の失策仲間を守って真の勇者になれるか日野ゆう太郎か<は>さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番水野バウンド さあ筋骨隆々草野健太郎ですえー、資料によりますと普段の職業はせ戦士私、とても心配です彼さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番鋼パンチの効いた髪型と狡猾な走塁術で相手チームをひっかき回します矢部門達夫 さあ、注目のゲームが始まります。さあ、鶴谷。真剣な眼差しがピッチャーに突き刺さります。あさあ、威圧感をみなぎらせて出てまいりました。小豪月強し。ぶっちぎり大学の大豪月に、ライバル心を燃やしているとのことです。あさあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました。バッターは1番、大東。 ああさあバッターボックスには立川マウンドでもまぶしい彼女が今打席でも輝きを放ちますえ美しきリードでチームをこぶし私の実況をも饒舌にさせます小高美玲がバッターボックスミ<ラ>ソフトボールで鍛えいげたシャープスイングとシャープボディその切れ味は抜群です尾藤千尋くんっ 戻りした雰囲気とは裏腹にバックスクリーン上段にぶち込むパワーが素敵いや好きです大空美代子自他共に認める野球マニアのご登場です実家がバッティングセンターというある意味サラブレッド川星ホムラチームの参謀役ブ・シュウエです彼の頭の中のコンピューターでチームの勝利を手繰り寄せます さあマスクがとんでもないインパクトを与えますカマカリ全治完全なる理系男子とのことをうーん怪しい研究とかしてそうですう<あ>んこれは先生ああ、いや選手のようです高校生とは思えない古き良きオーラが漂います古永がエイジーさあ皆さんワールドクラスがここにあります。 これぞまさにリアルアメリカンバズーカミスターマクシマムジャパニーズアニメーションが大好きな自称海を渡ったアニオタヤーベン・ディアンスが凱旋です<や>さあ注目のゲームが始まりますバッターは1番アルビンあさあ来たかぶりものです 脱がないがモットーのようですうーんこだわりがすごいさあバッターはギャネンドラインドから来た彼とにかくやる気だけは常人の5倍あるそうですすっげえさあ余裕シャクシャクで登場したのはおぼっちゃま系男子大金持太郎声援はそれほど大きくありませんが12分に応えております さあ注目のゲームが始まりますさあ銭形の目が血走ります全てを才能でカバーする男を宝塚ゲットです私化粧をしている野球選手を久々に見た気がいたしますまさあ岩井光吉です守備に定評のある彼ですが実はその意外性のあるバッティングにこそ魅力があるとのことを 現大学野球においてこの名を知らぬ者はいませんナンバーワンこそ彼の美学ナンバーワンにこだわる男ライゴーハルト<す>全ての能力で高いレベルを見せる風貫表努力もあるでしょうがセンスがいいと言わざるを得ないでしょう,うさあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番クレバ。 さあ、注目のゲームが始まりますさあ超能データを詰め込んで打席に入りますさあ校内一不運な男との情報が入ってきております振りかかる災いは強靭なメンタルで吹き飛ばします虫か陸あさあ彼サイコロ依存症という危ない情報が入ってきておりますデメが彼の指揮に関わりますイカ和也 さあ、女子野球発展に尽力する女性リーダー新島さき。うん、大きなメガネでも美しさは隠しきれてません。えー、らい可愛い,い仕草でご登場は佐奈あゆみです。私もグラウンドでお手合わせ願いたい。さあ、十よ夜ルナバッターボックスでは女神のごとき佇まいです。 ええー、私にメッセージが届いておりますミワちゃんと呼んでください実カズよりとのことですバターミワちゃんさあ過去に挫折した野球少年が大人となって今再び立ち上がりますハイタニミツルですさあバターは純潔太郎仕事の忙しさにも負けず野手も投手もハイレベルでこなします さあ球界のデータオタク最新技術を操り勝利への方程式を導き出しますデータ大好きあさあ注目のゲームが始まりますさあ雲海がゆるりと構えますあさあ打席にはアイドル命の東押シアあと、そして得意のオタゲーを披露します うん、アドレナリン全開で登場だバッターボックスには福水バッティングでもチームをけん引しますデータを駆使した戦術を見せるキャッチャーデータふみと兄大輔とともに日々データメソッドの開発に勤しんでおりますこの男投手だけではありませんさあ野手としても稼げるところを見せたい鞍馬貴文 さあ大きな体で構えるのは第一番大吉ゴーダを見せる姿はまさにチームの手法と言えるでしょう<ど>さあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあ桜沢女性ファンを意識しながら打席に入りますさあ一見女性のような華奢なボディをお持ちのようですが実は脱いだらすごいんです アンバランスなホームランバッター、水月金目。<の>尽きぬ興味、飽きなき探求心、すべての知識を総動員して試合に臨みます。まさに知りすぎた男、を掘りすぎ人種。あさあ、注目のゲームが始まります。さあ、ユキノがクールかつビューティフルに構えます。さあ、科目に登場したのは切り金ハンマー。 イでたちはまさに忍びのようですが、本人曰くそれっぽく見えるだけだそうです。さあ、彼、工作が大得意とのことですが、守備においてもその器用さは全面に発揮されております。遺跡探索<か>さあ、ご登場粋で豪快な歌舞伎者、天性のホームランバッター、江戸川文楽が豪快に構えます ささあ、ご覧ください。この情熱的なダンスもはやプレー前から見るものの身も心も熱くさせますガルシア・セラーラ<あ>ピッチングだけでなくバッティングでも野球センスを発揮しますしスバル。投打でチームにバランスをもたらします<あ>パワー自慢の彼ものすごい大声で弱音を吐くというカオスな一面も持ち合わせますウドミキヒサ そうこう主をそつなくこなす小田切匠です。彼、一度会った相手ならすぐモノマネできるとのことを、うん大変器用な男ですさあ打席でも熱く燃えます牙嵐。らしチャンスに強いバッティングは常にチームに勢いを与えます に出るためなら何でもします抜群の出塁率を誇るまさに理想的なリードオフマン金原イズル抜け目のない観察眼で隙のない攻めを見せます水鳥忍本人いわく勝利のためならどんなことでもするとの意気込みですあさあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあバッターはカラスマ相手の力量を測ります さあ超高校級スラッガー西優の打席ですクールな振る舞いとは裏腹に熱い心の持ち主との情報ですあさあバッドコントロールはお手のもの手話なバッティングを見せます小平日向あさあ柔道で鍛えた恵まれた体格を持ちます魅惑のマシュマロボディ味噌の下今覚悟を決めて打席に入っちゃいます さあ、小柄な体に元気が満タンバスケットで鍛えた機動力が持ち味です小柄し涼<っ>さあ、八尺文子です彼女、足には大変自信があるということをえー、間違いありません素晴らしい足をお持ちですさあ、注目のゲームが始まります。さあ、北海の狼狼特に何も吠えずに打席に入ります 強烈なリーダーシップでチームを動かすのは桜宮創始仲間から分厚い信頼を得まくっているそうですさあ注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあ猪木がマイペースに打席に入りますさあ少年のような彼森川岳ですえー、資料によりますと人の話を聞かずいたずらが好き 少年決定ですさあ男性顔負けのスピードあふれるアンダ製造機佐伯はじめですそのクールな立ち振る舞いうーん痺れますさあいつもにこやか笑顔を絶やさない男裏が優也ですただ時々目が笑っていないとの情報ありですあさあ注目のゲームが始まります さあ投打に器用な天城がバッターボックスさあ静かなるユーティリティプレイヤー脆い清和です努力とアイデアでチームに貢献しますさあエリート街道まっしぐら一流のバッティングと冴える頭脳で頭も体もムッキムキ秀才マッスル一条和樹 さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたさあ尾根見だしなみはバッチリ整っておりますあさあ能見慎三ですスポーツ科学の研究とその実践で己のパワー不足を補いますあさあ注目のゲームが始まりますバッターは1番須藤、はい、ご登場の小柄な内野手はバット丸島です 鍛え上げた積極的な走類術でダイヤモンドをかき乱しますバッターは金倉傭平ですこのビッグな体を目いっぱい使ったスイングは一瞬でボールをスタンドに運びますあさあ彼独特かつ繊細な感覚をお持ちのようです研ぎ澄まされた五感でヒットホームランを量産しますハイズカサクヤ さあ、とんでもないボディのお嬢さんが出てきました。もはや鎧。なぜでしょう。私嫌いじゃありません。むしろ気になる。ナイトメイル。あさあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました。さあ、シモンが狩りを始めるが如くの表情です。さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました。 さあ、虹谷が目立つき満々な雰囲気でバッターボックス彼の最大の特徴はなんと聴覚動作や息遣いの音を聞き分けプレイを優位に進めるという新感覚プレイヤー雷武<こ>さあ黄色い声援が飛びます篠也華麗なプレーのみを心がけるテクニシャンとのことですが。 怪我には十分気をつけてねあさあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番、マグロ。うそう、こう、種のバランスが取れた優秀な内野手、鈴木誠吾内気な性格から親しみを込めてこう呼ばれているそうです純情王子時期 理論武装で相手を攻略していく男、赤原カンパチです。類いまれなる分析力で相手の穴を探します。さあ、血が厚しの登場です。その目にたぎる炎を隠しきれていません。今日も魂を激しく燃焼させています。さあ、打席に立った先駆け龍二。仲間にあだなす者は許さないと公言しており、その正義感は本物。 私も敵には回したくはありませんさあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番、エレキお<せ>さあ、吹奏楽部との掛け持ち選手、志堂レミが打席ですうん野球でも持ち前のリズム感で魅了していただきたい実家がお寺という大声清涼 大きな体に見合った大きな声を本日も響かせます。私も負けてはいられません。さあ、伊ノー、その類まれなる野球センスからバッティングでもチームを導けるか。さあ、アーサー、己の道を切り開くため、打席に立ちます。 伊達男はバッターとしても観客を魅了しますランスロットさあモードこう自身の尊敬する人に認められるためなら手段を選ばないとの情報ですエピソードは熱いですさあ岸田拓です王者の風格漂う彼は今日も新たな誓いを立て向かってくる者皆打ち砕きます さあパッチリ一つ目お目め,めが睨みをきかせますその引力で相手を引きずり込むか闇のエイゴゆっくりとした動きで打席に立つのはオーダーマイト計測不可能なパワーはバッティングで遺憾なく発揮されるのでしょうかう美しい佇まいを見せるのは桐崎レイリー 不思議な色彩を帯びたその目は世界の全てを見透かしてしまいそうですあさあ豪快さが売りのそのバッティングにも注目です独特な美的感覚を持つ黒江竜布が打席です本日はどんな美しいバッティングを見せてくれるんでしょうか<ミ>背丈は低いが気は強い 劣る体格技術でカバーゴブリントが打席に入りますチームメイトからの人望が厚い立橋湊将来の夢は船長だそうです NO! 絶対に船に乗りますあさあ彼は野球を始めて日が浅いものの懸命な努力で頭角を現してきたとのことさあ注目のゲームが始まります バッターは1番カジこの奇抜な佇まいはすでにカリスマさあ華麗に暴れ回ってくれオクタビアこの美しい立ち姿は剣道で磨かれましたただでさえ美しいのに剣道仕込みのバットさばきで相手を切り伏せます野ギさやか さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりましたバッターは1番夢白あバッターボックスには夢白のどか冷静な判断力とプレイの安定感が半端ではないとのこと魅力の方も安定感抜群です波風メイカは祖父が作ったバットの良さを広めるために野球を始めたそうですぐう 私が率先して広めてまいりますさあ今日の乙女心はどう揺れ動いているのか素敵な気分や博多アスネが構えちゃいますおキラキラお目目のこの選手チャレンジャーズキャプテンとウリ二つもう一人のキャプテンことアナザーキャプテンが構えます さあ、凛々しいメガネボーイが現れました元祖メガネボーイやめに引導を渡せるかその名も、やばい燃えオ<ミ>さあ、この男、バッターとしても恵まれているというのでしょうか明神が打席に入りますあさあ、群道秀雄ですこのたけたけしい表情、まさに歴戦の強者といった風格が漂っております 俺に打てない球はないいはそんな自信を隠そうともせず不損な表情で出てきました中之島ゆきひろあさあアフロなパワーとリズミックなバッティングで全ての人に素敵な夢を見せますアフロイカリさあ闇の力を手に入れた暗黒スバルもはや投げ込まれる波及は止まって見えているのかもしれませんみっ 日本球界にとんでもない男が隠れていました抜群の野球能力でチームを救いますさが彼より一言俺に任せろさあ佐藤太郎一般的な名前からは想像し難いこの存在感一体何者なのか気になって仕方ありません